今日はですね、突然なんですけど、先日1月2日に僕が福袋を購入して、皆さんと一緒に生放送でね開封したと思うんですが、そちらの中身、俺の見立てだと100万円以上絶対するということで、今回はその中身プロの方に査定していただこうということになりまして、ちょっとねゲストをお呼びして査定していただきます。今日のゲストはこの方です。どうもー、藤田です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田です。藤田さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、藤田さん、本当すいません、突然来ていただいて。いや、とんでもないです。すごいですよね、あの福袋ね。そうなんですよ、なんで、今日藤田さんお呼びしたかっていうと、はい、その福袋の、配信中に、どうやら僕が当てたソフトの中に、藤田さんがすごく欲しがってるものがあるっていうコメントがバッと流れてだったら俺藤田さんに高値で売りつけてやるっていう企画なんですよ。まあまあ僕もね、あの100万で買えたってことで、100万円はご用意してきたんで。マジか、本当に。これがまあこちらですよね。いや、本当にですか。はい、一応。じゃあもう最悪僕今日ここで元取れるっていうわけですね。そうですね。それで本当に、でもさすがに、はい、なんていうんですか、市場に出回ってる価値以上の価格で、はい、ね、お譲りするってなっちゃうと、はい、ちょっとまたなんかいろいろ問題があると思うんで、しっかりそこですり合わせて、ね、納得のいく商談にしましょう。じゃあ安くても高くても、はい、ちょっとね良くないですよね。そうですね、はいはいはい、なんで納得のいく商談を今日はさせていただきたいなと思います、はい、それでもう早速なんで、そう、ね、ちょっともしかしたら見てる方の中に、藤田さんゲームのことどれぐらい知ってんだよみたいな方もいるかもしれないんで。ああ、そうですね。なんか今日コレクション持ってきてくださってるんですよね、はい、まず僕のコレクションなんですけど、はい、ゲームソフト3万も持ってるんですよ。トータルですか。トータルで持ってます、はい。例えばそれ 全ジャンルってことですか。まあレトロ系が多いんですけど、はい、それがどんなも量なのかって話なんですけど、はい、部屋を4箇所借りてます。でだけど生活スペースは1畳ぐらいしかないです。全部合わせてもうファミコンとかで全部埋まっちゃってる。そうですね、それほどの量だっていうことをまず知ってもらいたいんですね。やば。なんで一応僕のね、はい、めぼしいコレクションというか、ファミコンとかネオジオとか開封してたじゃないですか、はい、してます、してます。その本体とかも一応持ってきたんですよ。見たい。その前に、はい、加藤さんにね、はい、プレゼント、マジですか。持ってきたんですよ、はい、もう僕これが欲しくてしょうがないです。早くそれか、はい、その前に、その前に、はい、何ですか、何ですか。まずなんですけど、はい、この著書ファミコンに育てられた男。 ありがとうございます。ぜひ。うわ、すげえ。これ藤田さんの家ですか。ここ僕ん家なんですよ。いや、これすごいよ。でもあんまりなんかただで宣伝したくないから。ちょっと見せてください、それすごい、すごい。うわ、しかもこの本普通に面白そうじゃないですか。どうしてこんな人間になったかっていうのが綴られてますんで、自伝というか、はい、ちょっとじゃあまた後で見させてもらいます。それとですね、僕の着てる藤田 T シャツ、はい、こちらもぜひぜひ。ありがとうございます。着て街を歩いていただけたらなと思うんですけど。わかりました。これじゃあ完全にもう全部宣伝グッズ、ありがとうございます。本当は。ただこれが藤田トートですね。あ、これはマジでいいじゃないですか。買い物するときにね、はい、持っていけるやつ。これはいいって言いましたね。はい。いや、これもういいです。これもいいです。それだと後輩芸人のこのなんかメーカーの珍しい伊予館コーヒーという愛媛で作られてるコーヒー、これぜひ飲んでいただければと思います。珍しいってやつですね、はい、飲ませていただきます。そういうプレゼントをまずね。いや、ありがとうございます。こんな気を使ってもらっちゃって、はい、もう初っ端からプロモーションですね。いや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 。で、まあゲームなんですけど、はいはい、ゲームしてください。本体、うん、ファミコンって持ってますか。もちろんもちろん持ってます。あ、これニューファミですよね。ニューファミコンで、ネオジ本体って持ってます。昔、はい、うん、CD の方は家にあったんですよ。あ、カセットの方って、うん、正直めちゃくちゃ高価じゃないですか。そうですね、はい、俺初めて見ました。僕ネオジオ世代なんですけど、カセットってなかなかないですよね。ちょっと汚いですけど、はい、いやいやいや、すごい。ネオジオ CD ってローディングがすごいやつですよ。めちゃくちゃ長いやつ。これ多分短いんですよね。パッといきますね。いや、それが、うん、これちょっと長くなっていいですか。ネオジオ CD で僕、うん、キングオブファイターズ98をめちゃくちゃやってたんですよ。ああ、98いいですもんね、はい、うん、ただローディングが長すぎてめちゃくちゃストレスだったので、噂で、はい、カセットの方だとめちゃくちゃローディング短いぞっていう噂がすごい流れてたんですけど、誰一人持ってなかった、はい、あ、まあ、CD は安いですもんね、うん、大体10倍近く違うんで価格が。超高いの、うん、これ本体いくらぐらいするんですか。これ当時まあ5万とかしましたね、はい、今は今でもどうですか、ね、箱とかついてたらまあ5万ぐらいするんじゃないですか。へえ、それぐらいされると。ちょっと汚いですけどね。いやいや、でも貴重なものですよ。という本体と、あと、ありがとうございます。
ハニカセって持ってます？その買ったやつ以外。あ、持ってます。 もちろん、今家にあるのはギガゾンビの逆襲、はい、ドラえもん、はい、ドラえもん、あとあの普通のドラえもん。あー、ドラえもん好きなんですね。でで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 でアニメと音楽が違うやつ。全部してますね。あと、あの強襲サイヤ人とかドラゴンボール、はい、あー全部ありますね。一応ここであるのがですね、まあ、ちょっと面白そうなやつ、はい、ということでこれをこれとか知ってんのかなと思って持ってきたんですけど、はい、いや知らない何これ。マスの良い朝まで何これ。いや知らない何これ。これね、都知事だったじゃないですか、都知事、うん、その時に、この中のマスドエブックってやつに、はいはい、自分のお金も使えない男は最低だみたいなこと書いてあったんですよ、うん、で、自分に跳ね返ってきたみたいな。なるほどね。その時ブーメラン返ってきちゃったんですね。アマゾンで5万円ぐらいになってましたね、これ。今ちょっと安いですけど。まず、はい、これはどういうゲームなんですか、これは。まずアドベンチャーで、その会社の揉め事を解決するみたいな、はい、マスドエさんが、まあ、それさんもお助けで出てきます。はぁーっていうのと、ね、まあ、あとこれがね、これもアルキメンデスってわかります？わかんないっす。グラディウスはもちろん知ってます。そのこれバージョンなんですけど、うん、アルキメンデスってカップ麺みたいなのがあったんですよ、はい、80年代に、はい、それを食べて応募して当たった人がもらえるという。なんで持ってんのこれ。なんすごくないですか。これはね、キレとかにもよるんですけど20万ぐらいします。だって超高価な。という、すいません、なんか立て続きにコレクション自慢しちゃって。いやー、すごい。しかもなんかちょっと、はい、そんでそこらの、例えばなんかロックマン2の超高価なやつとか、はい、なんだろう、テクノスのクニオ君のバスケットボールとか、はい、分かりやすいプレミアついてるものじゃなくて、本当になんていうの、超知る人と知るというか。これは見たことがないわ。なんでその藤田さん今日お呼びしたかっていうと、はい、こう真面目な話ね、うん、結構高価なものがあるじゃないですか、はいはいはい、うちに置いとくの若干もったいないなと思って。あ、で、藤田さんってね、すごいコレクターでめちゃくちゃ大事にされてるじゃないですか、ゲーム。本当ですか。いや、本当なんでしてないの。してますよね。結構見た目がちょっと乱雑な家なんで。いや、でも、はい、愛があるじゃないですか。愛はありますよ。いい加減には扱ってないじゃないですか、絶対。部屋4カ所借りてるんですよ。ですよね。年間4、500ゲームを置くために使ってるんですよ。ですよね、はい、だからそういう人たち、そういう人の元にあった方が、僕も結構ゲームに対する愛ありますけど、はい、本当に愛する人のところにあった方が、うん、僕は幸せなんじゃないかなと思って。いや、嬉しいです。なぜ僕を知ってくれてたんですか、そもそも。いや、レトロゲーといったら藤田さんじゃないですか。本当ですか。他にいます？いないですよね。そうですって。そう、いや、タレントさんの中だって、もしかしたらね、うん、ね、いるかもしれないけど、結構目についたってことですよね。いや、もちろん。てか、藤田さんが出てる、動画とかも結構見ます。本当ですか。はい。アドランティスの謎、うん、あ、ありがとうございます。ちょっとされてますよね。僕といえばみたいな、はい、僕とかも見てたんで、はい、ありがとうございます、本当に、はい、コメントで流れたっていうのもあって、うん、ぜひ藤田さんにということで、ちょっと早速、そうですね、すり合わせですね。ちょっとすり合わせしていいですか、うん、僕、藤田さんが、はい、じゃあこれまず1回。あ、そうですね、はい、じゃ早速、まず藤田さんが、なんかそう、大丈夫ですか、逃げちゃって。いや、藤田さんが欲しいっておっしゃってたのって多分この辺ですよね。いや、ゲームウォッチ、そうなんですよ、思いが強いですよね。俺ね、知らないんですよ、はい、ゲームウォッチ、はあはあ、一応その福袋の中には 1,2,3,4,5 個あったんですよ、うん、全部貴重なものですよ、これ。あ、本当ですよね。一応すごい綺麗にというか丁寧に持ってきたんですけど、変な無粋な話、この中でどれが今一番貴重というか、うん、でも全部貴重ですよね、マジで。あ、本当ですか。でもこの辺になってくるんですかね。あー、うん、スタンダードなやつ、横割れタイプのゲームウォッチ、はい、うん、で、藤田さんが、はい、欲しいっておっしゃってる、これ欲しいなっておっしゃってるのって、まあこれもそうですけど、はい、まあ、ベタにこの綺麗なやつ欲しいんですよ、僕。なるほど。ドンキホーテって結構出てるんですよ、出回ってるんですけど、はい、箱が綺麗なのって少ないんですよ。そうなんだ。これこんな綺麗なのなかなかないですよね。あ、マジですか、はい、もうじゃあちょっと、うん、変な話、いくらで。いや、安く言うとなんか僕買いただいたみたいな感じになっちゃうんで。いや、はい、相場どれぐらいなんですか、ぶっちゃけ。そうですね、本当に相場で、でも全部どうだろう、2万以上するんじゃないですか。じゃあ 1,2,3,4,5 これ、まあ全部合わせたら10万円ぐらいになるんだ、うん、藤田さんがの愛次第で僕はこの商談をどんどん値下げしていきます。本当に好きなのかなって、やっぱちょっと僕の息子たちでもあるんで。あ、まあ僕コレクションにもいっぱいあるんで、はいはいはい、もしね譲っていただけるなら、はい、すごいもういい高いところに
位置がいや、もう言っときますよ、はい、え、絶マストで欲しいのってこれですか、ドンキーコング。いやいや、え、正直全部欲しいですか。このレベルの綺麗なやつないんで、うちにも、はい、全部。じゃあまた藤井さん、あのね、はいはいはい、一個だけ俺も手元に置いときたいんですよ。はいはいはい、ゲームウォッチ、ええ、で俺は、あ、はい、じゃあ俺一番スタンダードなやつ、はい、スタンダードは絶対これですよ、一番出てるやつ。でもでも藤井さん、これは多分、はい、なんていうの、藤井さん的にも目の色が違ったんでできれば愛のある人、もっと愛のある人の家に置いときたい。じゃあ僕、はい、これちょっと手元に置いとこうかなと思うんですよ。はいはいはい、ミッキーとドナルドのやつ、これちょっと配信とかでもやりたいんで。ゲーム配信もかなりされてますね。もちろんもちろんもちろん、はいはい、僕メインはゲーム配信してるんで。ゲームウォッチはやったことないですか。ないんですよ。だからちょっと、ただその全部は多分やらないと思うんで、これだけちょっと手元に置かせてもらって。こっちですか、問題は。こっちすごい欲しいですかいや、そうっすね、もう死ぬほど欲しいっすねで、ちゃんとこの保存状態綺麗に、うん、保ってくれますが加藤さんから譲ってもらいましたって書いた上のところで。じゃあ分かりました、これは藤田さんにじゃあ、うん、お譲りします、この4つ。おいくらで。まあ1個2万円以上だとしたら8じゃないですか、うん、そうそうですね、まあ、変な話、はい、ただ、まあ、高いとこ飾ってくれるっていうんで、はい、5? あ、いいですか、じゃあ5抜いてください。やったすごい儲かるぞ今日俺じゃあ後でね、はい、これちゃんと計算しててねみんなじゃあもうこれ分かりました、じゃあ商談成立、はい、これはもう藤田さんいいですよ。じゃあありがとうございます。もうこれそれ大事にしてください。そうそうですね、死ぬほど5ってまあまあ超安いですけど、愛だからそうなったんですね。愛があるから。いや藤田さんが、うん、いやこれは本当ただでお譲りしようとしてたんです本当は。あ、本当ですか、ありがとうございます。で俺儲けたようなもんです。どうしてもね、これ欲しいっていうコメントも見てる。そうなんですね、この辺ね、思い入れがあるんですよ、僕世代は本当に、はい、なんでこれはじゃあもう本当に藤田さんが綺麗に保管してくださるという条件付きで、はい、特別価格5万円ってこと。5万円でやりました。すげえ嬉しい、マジで。大事にしてください。こんな綺麗なやつないですもんね。俺知らないんですよすいません、なんかそこのテンションが合わなくてまだまだあるんですよ。いやでもそんな感じでいいんですか。いいです、愛がありますもんね、まあ、そう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 、何やと思われ。いや、はい、それは安くしましたけど、うん、次から俺儲けに行きますよ、はい、あ、ファミコンか、これとかはどうですか。悪魔城伝説、うんうん、はい、ロックマン6、うんうん、忍者龍剣伝2。いや、まあ、全部貴重ですよね、うんうん、どれが一番高いですか。この中だと悪魔城伝説じゃないですか。やっぱそうなんだ、これ結構いい値段するっていうふうに聞いたんですけど。そうですね、はい、ね、まあ綺麗かどうかにもよってくるんですけど、綺麗ですもんね、うん、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。これどうですかね、1号とか2万とかするんですか。そんなするんだ。すごい綺麗ですもんだって。これちょっとさすがに譲れないわ、うん、悪魔城伝説、まあ、でも確かにそれと、はい、これは持ってます僕。あ、全部、はい、さすがで、綺麗な状態でも持ってるんで、うん、これはそうですね、はい、あ、いらない、はい、いらなくはないですけどじゃあお揃いでね、はい、じゃあ2人で、うん、じゃあ、はい、こんな感じでボンボンいきますよ。はい、お願いします。ね、メインはあるんですよ。一番のメインはちょっと最後に持っていきたいんで、うん、はい、これ PS2 は藤田さんどうですか。あ、結構守備範囲外なんですけど、うん、あ、そうなんですか、はい、結構ね、1個めちゃめちゃ高額なものあるんですよ僕ゲームショップで働いたこともあるんで、はい、価値は分かります。あ、はい、これユキンコ大旋風あ、まあまああったらあったでいいですよね、こういうのねそう、あ、そっか、ファミコンとかよりは熱量はちょっとだけ下がるんだ。これめちゃくちゃ高いんですよ。そうそうそう、まあ、これ十何万円するって言われてて。そう、します、します。特別藤田さんだったら30で渡そうかな、うん、倍になってるそうそうそう、まあ、ちょっと藤田さん的には PS2 はあまり刺さらなかったってことで、うん、はい、やっぱ藤田さんもガチで自分の金持ってきてるんでいらないものはちゃんと断りますね好きあらばと思ったんですがじゃあこれは、あ、この辺とかも思いっきり、はい、でもすげえいい袋ですよね。いい袋入れてるっていうのは本当に。あ、この辺どうですか。これ加藤さん思い入れるじゃないですか。いや、これは俺思い入れがあるんで、うん、これはいいっすね。なかなか絶対にお譲りできないのはこの実況おしゃべりパロディウス。これはなんでそんな思い出があるんですか。いや、小学校5年生ぐらいの時にこれ多分出てるはずなんですよ、はい、友達とやりまくりました、うん、これまあ描写も、制服の女性とか、うん、結構際どい女性が出てくるんですよね。そう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 、このシリーズはね、僕死ぬほどやったんですよ。あ、これ今どんぐらいするんだろう、おしゃべりパロデュースって。これでもすげえ綺麗なんで、やっぱ1万以上するんじゃないですか。うわ、そうなんだ。うん、これはザ・キング・オブ・ドラゴンズ、俺知らないですけど、これも多分全部1万以上します。あ、マジで、えー、あ、そうなんだ。なんかどうですか藤田さん
これねいいっすね。スーハミは刺さるんですよ。そうなんですか。え、持ってないやつとかないんですか。あのですね、これすげえいいんですけど、うん、ドラキュラ X はすげえ綺麗なやつをいただいたんですよ。あ、そうなんだ。これはあります、うちに。はい、わかりました。超貴重ですよ、これ。これ高いですよね、めちゃくちゃ。これ1号か2万とかします、ね、うわ綺麗なんですごく。だけどちょっと今回はいらない。で、これはちょっと加藤さん思い入れの。これちょっと、ごめんなさい、これは譲れない。この辺もね、全部貴重ではあるんですけど、うん、状態がいいやつ、僕やっぱいいなって言うんですよね、うん、これも状態いいですね、うん、全部状態良かったんですか。全部全部良かったです、全部良かった。本当だ、もう査定士の目になってます。じゃあでもこの3点ですかね。じゃあこれは多分そこそこ綺麗なのがうちにあったんで。あ、なるほど、はい、わかりました。じゃあはい、この辺りですかね、はい、ゴーストチェイサー、はい、電声と、うん、この綺麗さだと全部2万円前後しますね。全部綺麗な、超綺麗なんで。あ、 2万円で買い取っても別に惜しくないですか。1本。そうですね、はい。ん、マジで。いや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 、でもこれ違いますよね、愛があるからでしょ。愛があるからかね。いや、これ多分俺3本で5万円しないと思いますよ、これ。いやいやいや、でもこの綺麗さだったらマジで。マジっすか。うん、すると思いますよ。何 ?5?10? いや、5でどうすか。いや、それでいいならもちろん。いや、本当ですか、はい、商談成立で。じゃあ抜いてください。じゃあ後で抜きます。後でしっかり抜く。じゃあこれもすごい箱も綺麗だし、はい、出会え殿様あっぱれ1番とマクロス、はい、うん、ゴーストチェイサー、この3つはもうじゃあ藤田さんの手元に。いやー、これ愛があるから安くしてくれるんですよね。もちろんもちろん。これは僕買い叩いてないですよね。買い叩いてないと思います。なんなら俺得してると思いますよ。はい、じゃあそれは3本じゃあお譲りします。じゃあ次は、はい、どうしようかな。あ、プレステは、プレステ1、藤田さん。ものによってはですかね。いや結構ね。ああ、いや、いいんですよね。悪魔城ドラキュラとか、はいはいはい。じゃあ7、2本あるからこれ今日来てくれたから藤田さんに1個あげますよ、これ。あ、2個お揃いで1個ずつ持ちましょうよ。はい、エイブとか、うーん、この辺とか懐かしいやつですよね。俺っちやったことないんですよ、海底大戦争。あ、たださ、これ見るから感じ、うん、超面白そうですよね。そうですね、見た目が。僕のスポンサーでもあるこのハムスターさんが、はい、あの出してますんで。え、 PS4 とかで出してますんで。そうなんだ、はい。え、藤田さんスポンサーいるの。スポンサーいます。知らなかった。知らなかった。へえ、これどうですか。これじゃあ本当に今日来てくれたら俺一回したいんで、悪魔女ドラキュラは差し上げます。これいいんですか。ありがとうございます、うん、じゃあ大事にしてください。ちょっといいですか。でも帯とかね。あ、ある。帯ありますね。あ、あります、あります。もう完璧な状態ですよ、ほら。あ、そっちはチラシがある。いや、いやだ、じゃ あ言っちゃいましたね、俺こっちがいいです。でも帯も重要ですか。重要重要重要。帯、はがき、チラシ、すごい重要なんで。あ、そうなんですか。全部揃ってれば揃ってるほどいいんで。あ、これはじゃ あの今日の記念に。あ、そうす、ね、差し上げるんで、2人でなんかあのお揃いで1個ずつ持っておきましょう。あ、そうです。じゃあ見るたびに加藤さん思い出します。あ、思い出してください。これありがとうございます、いただきました。あ、どうぞどうぞ、はい。この中だったらなんか欲しいなっていうのないですか。うーん、全部貴重なんですけど、うん、実際どうだろう、この辺ですか、一番貴重なのは。まそうなんですかね、うん、ラルフの大冒険。その辺普通に3万とかしますよね。え、本当ですか。まあ多分ですけど、ちょっとね情報古いかもしれないですけど、うん、はい、まあ、まあ、あんまり、まあ、だからといってね。絶対。いや、ちょっと待って待って、でも、はい、あ、いい、もうしまっちゃいますよ、これ。いや、ちょっと待って待って、ちょっと。え、しかもこれあと10秒後にはもう3、4枚になってます。ちょっと、海底大戦争。これちょっと見たい。あ、これ帯ないの。でも、あ、そうそうそう。え、帯ありなしでそんなに変わるんだ。こうなんか飾った時にここちょっと気になりません。こう包んであったも良くないですか。飾った時にですよ。まあまあね、まあ、じゃあこれはまあ大丈夫かな。大丈夫っていうのもなんですけど、ちょ、時間制限設けたらなんかバカになって買うかなと思ったけど。さすがですね。でもこの辺とかすごいソニックイングとか、うん、海底大戦争とかすごい懐かしくあるんで。そうですね、高価なものだと思うんですけど、はい、すげえ貴重ですよ本当は、うん、じゃあ僕が大事に保管します。これは、はい、欲しい方も多いと思うんでね、本当に欲しいものを厳選して。そうそうそう、はい、その方がいいです。無理してねあれすると。ちょっとじゃあ、うん、行っていいですか、どん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 。はい、この辺どうすか。あ、来ましたね、ゲームボーイアドバンス。ちょっと僕にしては新しいんですけど、はい、でもこれとかって夏いじゃないですか。ダブドラ、ダブドラゴン懐かしいで貴重なんですよ、はい、この、コナミアーケードコレクションも、うん、当時のアーケードのやつができるっていうゲームボーイアドバンスなんで。へー。でメトロイドもね、これあの初代のアレンジというか、はい、
初代もできるんですよ、クリア後にこれ。あ、そうなんだ。そうだからね、これいいですね、全体的に。全体的にこの藤田さん層に刺さってますよね。アドバンスはちょっと新しいんですけど、このタイトルが刺さりました、はい、あー、なるほどね。アドバンスって新しいんですか？僕の中では新しいです、ね、18年前ですよ、アドバンスPS1 サターンまでが、まあ僕の中では、それ以降新しいということになります。なるほど、ね、ちょっと見ていいですか？あ、もちろんもちろん。これさ、その、うんうん、箱を開けるのもちょっとはばかられて、中身ちょっと見に行ってないんですよ。あ、確かに、あの悪魔城伝説って、うん、こう開けると開けた後が絶対つくんですよ、はい、それも気をつけなきゃいけないですよね。あ、そうなの、はい、でもう絶対開けないじゃんなんか開けるときはそのピンセットで浮かせてこう開けるみたいな、へー、ことをやる方もいますよね。これは絶対傷つかないんで、うん、こう開けたとしても、うん、うん、なるほど、なかなかいいですよね、保存状態。はい、これもでもどうだろう、高いっすよね。まあそうですね、1万はしないかもしれないけど、でもまあ藤田さんの気持ちの価格でいいですよ、本当に。1000円だったら1000円でいいし、1万円だったら1万円でいいしそうそう、なんか僕は嫌な人になっちゃうんでいや、わかんない、そこはもうやっぱプロなんで信じてます、はい、まあでもこれって実際どうだろう、1万5000円とかさ、うん、実際の価格がね、それぐらい、うん、そ、市場では大体それぐらいだと思う。綺麗ですしね、はい、はい、いらないですか？いや、で、どうだろうな、まあ、じゃあ押し下げますよ。もうここの机についたらもういらないですよ。いるいる本当ですか？いや、だって思い入れあるもん、ダブドラとかメトロイドとか、あ、コラミシーンも。そうですね、うん、じゃあ、うん、全部もし欲しいとおっしゃるなら5000円、全部5000円です。1本5000円です。愛があるからですよね。もちろんもちろん、変なことじゃないですよ、はい、でも、うん、今から10秒経つごとに1000ずつあげるんです。いるじゃあやった、じゃあイチゴでいいの？イチゴでいいです、イチゴでいいです。なんか僕嫌な感じ映ってないから。いや、映ってないです。俺に騙されてる大人として映ってますよ本当なんか得してる感が。じゃあここから抜いてくださいよ。あ、じゃあ全部終わった後に抜いていいですか？まだまだ売りつける気なんで。じゃあこの辺とかどうなんだろう。メガドラとかってどうですか？あ、メガドラも場合によっては。ドリキャスは？ドリキャスも場合によってはですね、はい、じゃあちょっと メガドラとドリキャス一緒に行きますか。あー、すげえのが見えてるんじゃないですか。何？全体的にすごいんですけど、はいはい、こんな感じです。これいいっすね、いいというか懐かしいんですよ、まずこの辺りとかね。知らないんですよモンスターワールドって、うん、なんかこれコメントで流れたけど結構高価な品だった気がするな。そうですね、貴重ですね、うん、モンスターワールド、てか全部貴重ですよこれマジで、うん、結構いい値段つくと思います。これはどう、全部1万円近い以上じゃないですか？多分そんぐらいしますね。まず、はい、気になってるものだけちょっとステイしません、はい、気になってるのが、うん、あの僕持ってるんですけど、うん、1個持ってるんですけどこれ気になってるんですよ。え、なんで持ってるのに？この日物っていうのは、うん、あのファミコンでテラクレスタ1出したんですよね、うん、はい、で2を PC エンジンヒューカード出したんですよ、うん、これ以降、まあ、なんすかね、純粋な直線で続編が出てないんですよ。出てはいるんですけど、うん、なるほどなるほど。でこれがすごい少ないんで、うん、予備で欲しいかなって思ってそんな、待って、ちょっと待って持ってるのに予備で一応持ってる。だし今この日武さんの権利でこのハムスターさん持ってるんですよ。あ、そうなんだ。そういうつながりでちょっとね、いっぱい持っとくと好感度上がるなるほど。え、じゃあこれ30っすねそんなことで30いや、嘘です。ああごめんなさいごめんなさい。まあでもこれ3万ぐらいマジでします。え、ちょっとじゃあ、うん、それと、うん、モンスターワールド、お、これが気になってると。そうですね、そこっすかね、その2点っすかね。この辺とか超貴重だけど、貴重だからといって食いつかないですから僕。さすが、これ正直一番高いです、はい、5万以上します、ね、5万円ぐらい、うん、これ5万円ぐらいするからちょっと僕もっときたいなと思ってたんで、はい、僕もちょっと控えめに、はい、そう、これはマジで高価なもの。価値だけでいかないんでね。さすが、いや、そのセリフを聞いて僕はちょっと今愛が伝わりました、伝わりました。いや、俺藤田さんこれに一番最初食いつくかなと思ったけど、うん、値段を知りつつもそうこっちに行ったってことは相当やっぱこの2本欲しいってことですよね。そうなんですよ。50でお願いします50? じゃあこれ実際のところどうなの、うん、2万円ぐらいでしょ。3と2で5ぐらいじゃないですかね。え、そんなする？うん、実際のその流通価格。あ、じゃあ、うん、さっきおまけしたから、はい、ここ藤田さんのいいねの5で。あ、ありがとうございます。いいですか？あ、もちろんもちろん。あ、じゃあもうこれはじゃあ、テラクレスタとモンスターワールド4、はい、3万円2万円ちゃんと計算してくれてるんだ。いや、逆ですね。こっち3でこっちに、はい、あ、こっちが3万円でこっちが2万円の価値をつけてくれました。綺麗だし、うん、じゃあ藤田さんにお譲りします。5で譲りました、はい、ありがとうございます。これはいい商談だったな。
さあこれね、こっから先ですよ、はい、マジで、うん、今日俺はこれを見てもらいに来ました、うん、今までのはいや正直今までの前座です。まあこれね、これです正直。これはこれはマジで、はい、超高価やばいっすね。これはマジで豪華、うんうんうん、人が家族一人暮らせるレベルのものが来てますね。かなりうわでもいいっすね。中でも、うん、まあメガドライブ、うん、いやごめんネオジオのカセットの方のソフトなんですけど、うんはい、一番高価なものはなんだっけな、メタスラだっけな、もうこれグーの言うところですよ。メタスラッグその市場に出回ってる価格だと、うん、2,30 本当にね、で分かんないけど その時期によって違うけど、うん、2,30 万円ぐらいするらしいんですよ。メタルスラッグ X ってどういうことか分かります、うん、いやどういうことか分かります。まずそれを教えてもらっていいですか。メタルスラッグって1,2,3,4とか出てるんですけど、はい、2のアレンジですごい人気作なんですよ、うん、あアーケードにありますよね、メタスラ X、うん、こちらにもあります、配信してます。あそうなんだ。 PSO とかで配信されますんで、はいはい、え、藤田さんこれどうですか、欲しいのあります。これはですね、これ持ってます、まず持ってない。どうですかね、今うちの一押しの子なんですけどこのレイジオブザドラゴンズもすげえ価値あるんですよ。あそうなん、超貴重なんですよ、はい、これもどうだろう、20とかするんじゃないですか。20、40ぐらいするんです多分、だけどこれは格闘なんですけどそこまで思い入れがないんで。あなるほど、超価値あるだけで食いつかないこれ大丈夫です。はい、わかりました。でいや一気に可愛く見えてきた問題ここっすよね、この3個、うん、正直ねこれあのね、なんでこれ持ってきたかというと、はい、メタスラ X、まあ、いろんな、ものに移植されてるじゃないですか。そうですね、 PS とかも出てるし、はい、ゲームの中身自体はやったことあるんですよ、もちろん。でみんなも結構やったことあると思うんですよ。 PS3 とかでもね、あのコレクションバージョン、コレクターズエディションみたいなのが出てるし、はい、で多分この希少価値ですごい値段上がってるじゃないですか、はい、それを家に置いとくのがものすごいです。怖くての取られちゃうんじゃないかみたいなこれねちょっとね、あの本当に必要な方にお譲りしたくて、必要な方なんですよ一番藤田さんかなと思ってこれどうですかね。これはでもあの価値もそうなんですけど、うん、マジで思い入れがあって、うん、持ってないし、うん、欲しい。そうですかじゃあもうここから大人の話ですよね。でもソニックイングスとかも持ってないんでちょっと見ていいですか。はい、もちろんもちろんもちろん、僕じゃあね心得てるんで、はい、ちゃんと綺麗に開けてください。すげえ保存状態くないですか。いいですね。これとか割りやすいですよね、こうとかね、裏ケースとかね、プラスチックなんで中がね、うん、開けていいですよ。じゃあちょっと開けさせて、はい、めちゃくちゃいいでしょ、保存状態いいっす、いいっすやばい、真剣にやってくださいこのクラスになると偽物が出回ってるんで確かにね。あ、そうなんだ。そう、そうなんです、そうなんです、偽物があるんですって。真剣にやっぱさすがだよ、スーパーポテト。そうっすね、うん、うん、本物です。あ、本物ですか。いいっすね。スラッシュラリーも一応見ていいですか。どうぞ。この絵もね、初期の頃の名作って言われてるんで、うん、僕ちょっと知らなかったけど、レースゲームなんですよね。そうっすね、はい。この3個、いいっすか。いや、ほんと、いや、これもういやらしいだし、本当に買い取ってくれます、うん、いいっすよ。これがまあ40として、うん、これが2万ぐらいですかね、うん、かまあちょっと3万ぐらい、綺麗だから3万ぐらい、うんはい、これが2万ぐらい、45ぐらいですか。45、はい、45商談成立でいいですかいや、45だったらもう何のあれもないです。じゃあここから後で見てください45で大丈夫でした。45で、じゃあ藤田さんお買い上げやった。あの藤田さん本当に、うん、あれなんですね。え、買ってくれるんだね。あラッキーって言っちゃうんだけど、いやでもこれは本当にいいものだけを、欲しいものだけを選んでるし、確かにすげえいい条件ですよこれマジで。いやこれしかもさ、俺も全部あげたわけじゃないから、うん、家でも遊べるし、いっぱいゲームウォッチも1個所持してるし、うん、これはお互いにとってかなりいい商談だったんじゃないですか。45、5、え、でも60ぐらいになりましたっけ。え、トータルは、61万5千円藤田さんお買い上げ。いやでも嬉しいですよ本当に。あ、なんかその後悔してないんだったら俺嬉しいですね、うんうん、だって欲しいものだけを福袋の中から売ってもらったってこと、うん、そうです。お互いウィンウィン、ウィンウィンです。
俺もまだこんなにあるし嬉しいです嬉しい。じゃあ、はい、早速なんか金もらっていいですかね後でじゃあここに、はい、はい、ちょっとじゃあはい、まあちょっと数えるのめんどくさいし大体これぐらいでじゃあ本当にじゃあ本当にふみさんじゃあちょっとあの今、はい、数えてください61万5千円あいいっすよもうざっくりで持ってるいやそれじゃダメでしょこいつらお金の価値なんだと思ってんだと思うじゃあ、61万5千円2345じゃあ分かりました5千円おまけしますよ61万ですありがとうございます、はい、2345 6 5 9 60 61。これまからないですかいやダメですやっぱ5千までなんでうちはまあまあそうですね、はい、あとじゃあ1枚入れて61万。はい、じゃあこれで確かにいただきました。いやー嬉しいなんか俺これ丸々儲けた感がすごいんだけど。いやでも僕も嬉しいんでこれいいっすね。ねお互いは損はしてないはずなんですよね、うん、なかなか出回ってないものだと思うんで。そうこんな現金が行き交う動画でいいんでしょうかこれ。好感度下がりませんか。いやこれまたこれでなんか買えちゃうなこれじゃあ、はい、一応今回は富士山が僕の福袋の、はい、レトロゲー福袋の中身のうちのまあ数10本ぐらいかなを、買い取ってくださったということで。いやー藤田さんありがとうございました。いやとんでもないですありがとうございました。すごい。じゃあまた来年も藤田さんで売ろうかな。じゃあ上がったらそうですね加藤さん買う、僕がいいやつを抜粋して買うそういいじゃないですかね、はい、まあそういうかそういう流通のね経路を確保しました。藤田さんなんか告知みたいなのありますか。せっかく来ていただいたので、そうですね僕も YouTube やってまして。あそうかそうかそうか。はい、ぜひぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はゲームの査定のプロの藤田さんに物を売りつけるのコーナーでした。ありがとうございました藤田さんありがとうございました。ありがとうございました。